はい、船橋くんチャンネルです。今日のお話はこの積載車、これはねガレージミラルタの積載車なんですけど、私も時々借りて使ってます。で、積載をね使い慣れてる人にとってはまあ当たり前のことかもしれないんですけども、私は初めて積載車を使う時には全然知らなかったっていうですね、情報がありまして、それをお伝えしていきたいと思います。こちらですね、荷台の積載車がこうやってあって、荷台のウインチのところ、通常ですねあそこにこういうですね、ウインチの引っ掛けるところがあるので、それをですね固定に要は使っていったり、あとは積載車によっては見てください、ね、いいグレードのやつなんかだと、まあこれオプションなんでしょうけどね、こうやってワイヤーがですねずっと路面に、生えてっていうか、こうやってねずっとあって、で要所要所のポイントにこうやって下回りの牽引フックとかに、引っ掛けられるものが、ついてます。当然ねこれを要は巻き取って、下回りのところの、このフックを引っ掛けて、まあ、止めるっていうものなんですけども、これの使い方、確かにですねノーマルの車に、積み込んだ時引っ掛けるのすごく楽だと思います。で、なんだったらねこの後ろのウインチだって結局ボディのリアの牽引フックのところにガチッと引っ掛ければ簡単に車がボディの腹下でもできるし前側の牽引フックにも引っ掛けられてすごい万能なんですよ。ところがね私これ最初あすっげえ便利と思ってパッパッと使うときやってたんですけど、なんとねこれが、使うと良くないよっていう話なんですよ。じゃあねなんで良くないのか、ということなんですけども、基本的にこのワイヤーを使って下に引き寄せるっていう風になるんで、当たり前なんですけど車のボディががっちり固定するためには下に結構引き下げないと固定ができません。ということは車がもうぐーっと無理やり下に引っ張られる状態になります。そうするとどういうことが起きているかというと、サスペンションが無理やり縮められることになります。ということはですね、通常で言うと車が段差を乗り越えた時とか、あとは、そうですねものすごくトラクションがかかっている瞬間とかと同じ状態がキープされるわけです。さらにバウンドすればそこからさらに縮むってこともあるので、これ結局ねサスペンションをダメにしてしまうそうです。これはね本当に私最初知らなくて、だから平気でね引っ掛けて固定したら、ああそれやっちゃうと足回りダメになっちゃうよっていう話を聞いてびっくりしました。本当に稀になんですけど、私仕事中に会社の積載車を使うようなこともあって、そういう時なんか平気でね純正のところに引っ掛けて、純正の牽引フックですねに引っ掛けて、まあ固定をしたんですけども、いやそれがまさかねダメなやり方だったなんて全く知らないですし、まあ当たり前ですけどこれねついてるってことは使うためについてるんですよ。だからそれがね当たり前にいいことなんだと思ってたんで、だからまさかねドリシャをやるときにそれが良くない、だから純正とは違って車外のやっぱり車庫帳じゃないですか、やっぱりそこら辺もね普通のノーマルの車に比べるとシビアに考えなくちゃいけないのかもしれないですね。だから皆さんも前回のね動画で、固定しないとでキャビンに車突っ込んで危ないよって動画上げましたけど、その時の映像でもですねタイヤをちゃんと、なんちゅうのロープで巻いて固定をするっていう状態になってる映像が動画で映ったと思うんですけど、
そういうふうに前も後ろも止めてもらえると、そういうサスペンションの痛みもなくてね、いいかと思いますので、ぜひね、ちょっとだからここにあるワイヤーだけじゃなくて、自分で結局ねガッチャであるとか、その、まあ、巻くねロープ、はそういうちゃんとしたものを用意しないといけないですけども、でもそれが自分の車を守るということにつながりますので、レンタカーなんか借りて乗る方はぜひちょっと工夫をして使ってもらえると、車に優しい運び方ができるので、実践していただければと思います。今日は積載車の正しい固定の仕方についてお届けしました。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。